皆様こんにちは。今回は一応購入品にはなるんですけど、ゆるーく紹介していきたいと思います。はい、なのでちょっとすっぴんです。カフェラテ飲んでます。でね、エコバッグ忘れちゃって、ちょっと袋なんですけど、まずキャンドゥ、これ貯金箱。私小銭貯金、その日一日の終わりに余ってたっていうか、お財布に入ってる小銭を全部入れるっていう貯金をしてて、でこの間パンパンになったので、それがで、それ結構開けられるタイプなので、それを郵便局に持ってったんですよ。そしたらね、19,000円だった。すごいでしょ。だってほんと1円とか、もうその日に入ってた小銭を入れるだけなので、全然なんか500円貯金ほど痛くないのに、そんぐらい溜まってたんですよ。でもうね、半分ぐらい溜まってて、でこっちにしてみようかなと思って、まあ開けられて常に行くのもいいんですけど、一気に溜めていきたいなと思ったので、これを買ってみました。ちょっとマットな感じで、いい感じな貯金箱と、これ必需品、水切りネットの朝型のタイプを買ってきました。あとこれタオルホルダー、タオルホルダーがね、割れちゃったんですよ。これをキッチンにこう吸盤でくっつけて、タオルを刺してみたいな感じで、必需品なんですけど、あんまりつかなくなって、でつかなくなって落ちてたんですよ。でそれを踏んじゃって、そしたら床にすっごい勢いで吸盤くっついちゃって、取ろうとしたら割れちゃったので、新しいのを買ってきました。これ超便利です。でここからダイソー、ダイソーはねちょっとなんですよ。これまずハロウィンのかぼちゃの透明かぼちゃバスケット、200円のやつ。これね、私スポンジ入れ、メイクスポンジ入れとかにすごい使ってて、前ガラスのが出てて今も愛用してるんですけど、なんかストック入れたりするのにいいかなと思って、まあもうハロウィン終わったら使えないんですけど、毎年割と出すので、ガラスのやつもちょっと大きめのやつを買いました。ほんと顔ぐらいある大きさ、まあ顔よりはちっちゃいかはい、これを買いました。とあとね、スリーピーなんとかみたいな300円ショップでこれを買いました。マスク、可愛くないですか、このキルティングマスクで、耳のところがギュッて調整できるので、ぴったりくっつくってやつで、何回も洗えるってやつですね。これはね、あったかそうなので、ちょっと冬用に試しに買ってみました。1個だけ、中はこんな感じ、なんか優しそうな感じ。やっぱね、紙マスクすっごい肌が荒れるんですよ。私どうやって調整するんだろう。あ、こうここに丸いのがついてる、これで調整する感じですね。超防寒、なんかでかいでかくない。でもここはぴったりしてます。で、あったかそう、冬にいいかも。なんかもう見た目とかじゃなくて、寒い時に使いたいやつですね。はい、これ買いました。あとリビングボックスってやつを3個買いました。300円商品だったんですね。なんかメイクルームとかのアイロンとかが結構コテとかね、ごちゃごちゃするので、それを入れるように3個買いました。はい、まあ以上です買ったものは、あとね、こういうの買ったんですよ。このなんていうの、冷たいタイプのやつ、クリームの、これね、中にスパチュラがついてるんですけど、こういうの感じを何個も買いました。で、あとここに名前を書く用のプーさんの名前シールも買いました。まあなんでこれを買ったかっていうと、スックのこのエクストラリッチグロークリームファンデーションを買ったんですよ、私セルフリッチで。だけど一番暗い色を夏用に買ったら今全く使えなくって、で LA ガールのね、このホワイトファンデーション色を混ぜる用のやつを混ぜて明るくしたくて、それをしました。ちょっと明るくなった、こんな感じで使えるようになりました。まああれ高いから使いたいけど、
ね、日焼けする期間も今年ないし、ファンデーションはねあんまり長い間もなんだろう持っておけないっていうか、早めにやっぱ使った方がいいのかなと思って、これね混ぜるように買いました。これで使えるようになるといいなっていう感じですね。はい、以上です。はい、かな。あ、で、まあちょっと余談っていうか、咳が止まらないって前に動画で言ったと思うんですけど、そう、喘息だったんですよ。まあちっちゃい頃からね喘息なってたんですけど、それが最近また出てきて、で病院に行って、あの吸入とシエルと飲み薬をもらって今飲んでて、それでだいぶ良くなりました。もう、ね、夜もね寝れるようになったし、もうねちょっと前は布団に入ると咳が止まんなくなって、で夜中も起きちゃってっていう感じで寝れてなかったんですけど、最近は寝れるようになりました。まあそんな感じ、近況かな。ちょっとねビログみたいなやつ最近やってなかったので、っていうのもね彼が帰ってきてあんまりこう動画を回すのを忘れちゃっててっていう感じなので、はい、ビログもね撮れたらいいな。彼がね結構ね釣りに行くんですよ、ハマってって。そうだから、それをねちょっと一緒に行った時とかもね撮りたいなと思うんですけど、ね、徐々に増やしていけたらいいなと思います。ちょっとお久しぶりだったので、あの近況でした。まあね、寒くなってきて、ちょっと寒暖差でねもう体調崩す人多いと思うし、私もそれでまた喘息がなっちゃったので、そう、気をつけてください。ほんと皆さん体調管理は、なんかこの光すごく肌が綺麗に、あ、そうそう、でね最近忘れてたね忘れてたっていうか思い出したんですけど、スキンケアをね変えてて、今ちょっとこのお、ちょっとツヤ綺麗かもと思って思い出したんですけど、これ極純のプレミアムのやつを買ってみたんですよ。ヒアルロン液とヒアルロン乳液で、夜は、イソフラボンのナイトクリームをたっぷり塗ってるんですけど、なんかねすごい肌の調子がいいんですよ。綺麗でもっちもちです。今までねいろいろこうちょっと高いのとかサンプルとかも使ってみたんですけど、これを使ってる今がなんか割と調子がいいです。キメも整ってきて、で洗顔でちゃんとあのルナ3でやって、ザラつきもなくなってきてね、マスクあれがここでねこうしそうだったんですよ。あーニキビになるかなみたいなやつがいっぱいあったんですけど、ルナ3でちゃんと洗顔して、これでしっかり保湿して、で寝る前これたっぷり塗ってってやって起きたら調子がいいの。マスクあれもねすぐどっか行きました。だから気に入って使ってます。ちょっとあそこにスタバのやつがあるねはい、そんな感じが近況です。最近のお気に入りスキンケアも紹介しました。はい、ではこんな感じでした。なんか100均の、まあ、キャンドゥダイソーセリアでちょっとおすすめなものがあればぜひね教えてもらいたいなと思ってます。何でも大丈夫便利グッズでも、まあ、コスメは割と私もいろいろ試してるのでおすすめ結構紹介してるんですけど、そういうね雑貨とかやっぱインスタとかで情報収集するんですけどね、皆様の生の声でちょっと聞きたいおすすめを聞きたいなと思ってます。はい、あとねもう一個近々ちょっと質問コーナーみたいのもやりたいなと思ってます。恋愛とかねすっごい質問が多いので、 それも近々撮りたいと思ってるので、でそれをやるときはあのインスタグラムで質問を募集するので、あの質問ボックスなので、ぜひインスタもフォローしてもらえたら嬉しいなって思ってます。はい、こんな感じのちょっとゆるっと購入品と近況報告でした。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。